はいどうもゆきです。青春をなぞるパワープロくんポケット8実況プレイ続きやっていきたいと思います。引き続きね、今回もあかねちゃんのイベントを追っていこうかなと思ってるんですけど、もしもし、私ゆきに頼まれてた情報、リンさん仕事が早い。あかねの父親の居場所が分かったのか。分かったのかじゃないわよ。私は探偵じゃないのよ。情報を提供するだけ。どうせあなたのことだから全部必要だと思ってたけど、まあとりあえずゆきくんが必要そうなものは揃えておいたから取りに来て。ウィース。今日の、おーいい、何これ。今日の夜、いつものバーで。何このいつものバーでって超大人じゃん。何これ、もう大人。俺27歳なのに子供14から変わってない。これ、喫茶ロールパンの背景と一緒やんけ。すまん、待たせたか。ええー、待ったわよ。怖い。依頼者じゃなかったら今頃港で浮いているわよ。結構パワポケでこうやって、なんでしょう、キャラの後ろにゴゴゴってオーラが出たり文字が出るのって珍しいんですよね。それだけリンさんが特別怖い女性っていうことで。リン怖いよ。顔は笑ってるけど後ろに邪悪なオーラが見えるんだけど、気のせいよ。まあいいわよ。これ頼まれていたものね。2ファイル？ええ。とりあえず上は頼まれてた高坂あかねの父、高坂あきまさのファイルよ。高坂あきまさ、年齢46歳、大神グループ第6開発室現室長、T 大学理工学部卒業後、鳴り物入りでグループに入社。東京大学かな。言ってみればエリートね。本人が30歳の時に結婚。すぐに長女、茜が生まれる。あー、奥さんは本人が33歳の時に死別してる。あ、じゃあ、茜ちゃん3歳未満でお母さん亡くしてるんだね。こんなものでいい。携帯番号はその下に書いてある。ありがとう。ゆうきくんがその男の何について調べたいか知らないけど、そんな男は世の中にはゴロゴロいるわよ。まあそうなんだけど、私が興味があるのはその下のファイルね。下？高坂あかね。これはあかねの調査書じゃないか。俺はこんなの頼んでないぞ。親を調べているんだから子も調べるのは当たり前でしょ。ゆきくん、あなた、この子とどういう知り合い？別に偶然知り合っただけだけど。じゃああなた、この子のことをどれだけ知ってるの？家出少女で俺に絡んでくる女の子。というかリン、何が言いたいんだ？別に、興味を持っただけよ。この子は一般的に言う、天才と呼ばれる人間だから。天才？ええ、ファイルを見て。高坂茜、17歳、私立 T 女学園1年生。この私立 T 女学園っていうのは、毎年学生の半分以上を T 大に進学させている超進学校よ。すげえな。毎年半分が東大行くんでしょ？バケモンだな。茜のやつそんな学校に行ってたのか。その子はその学校の学年トップの成績よ。トップ？ええ、むしろ学園の歴史でもトップに立つでしょうね。はあ？冗談だろ。冗談なんか言ってないわよ。冗談はむしろあなたの顔だから。おいおいおい、失礼な。彼女は入学試験で500点満点中498点の成績で合格。今も入学してからのテストは平均が96点以下を下回ってないわ。化け物だな。そんな人間いるのか。言ったでしょ、彼女は一般的に言う天才だと。この子は体育以外の教科なら何でもこなすわよ。家庭科技術が得意だと言っていたな。本当はサイボーグなんじゃないのか。同じ人間とは思えないぞ。どう、興味深いでしょ。いやまあ確かにそうだけど、天才と呼ばれている人間は世の中にはゴロゴロいるわ。でもこの子はそこらにいる天才とは明らかに違う。むしろこれほどまでの才能だと歴史に名を残している人たちに匹敵するわよ。化け物ですね普通に。その人たちは得てして何かを失っている人が多い。彼女は何を失っているんでしょうね。ああ、家族とかね。時々感情も失ってますし、いろいろ失ってるんですね。私の話はそれぐらい。いや、調べてくれるね。情報量はいつものところで。スイス銀行か？ああ、一人が好きか？家族って、なんだろう。なあ、リン。何？まだ何かあるの？聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何かの情報？いや、リン、本人に聞きたいんだ。いいわよ。何？家族が欲しいか？おっとっと、主人公。それはね、告白ともセクハラとも取れる発言ですよ。いいのかい？そんなこと言っちゃって。新手のプロポーズ？誰も家族になってくれとは言ってない。じゃあ独身の私に対する挑戦状？違います。普通に受け取ってください。そうね、普通にね。じゃあわからないかな。わからない？私には家族がいないから家族のありがたみなんてわからないわ。だけどこうやって情報屋の仕事をしていると家族の幸せな話を聞ける時があるの。そんな時少しだけ胸が痛む。羨ましいのか憎いのかわからない気持ちがね。リン、だから欲しいとも思わないけど心が揺さぶられるからわからないってことやと思う。そっか。あなたはどうなの？天涯孤独のゆうきくん。なんでそれを知っているんだ。さあ、私の職業を思い出してからもう一度質問してみたら。あー、もう主人公の情報も握ってると。情報やね。俺の情報はいくらだ。自分の情報にお金を出して聞きたいの？
言うはずないか。正解。でも私に聞くよりも自分の心に聞いた方がいいのは本当のことよ。同じ境遇なら自分の意思と意見を尊重しなさい。それでも悩むなら私が教えてあげるわよ。情報屋としてね。ああ、じゃあね。いいね、去り際もクール。自分の意思と意見か。弱気のおった、助かりますね。弱気何気に不便だからね。おお、春キャンプ始まりましたと。ん？なんだお前、今年は一軍キャンプなのか？ええ、そういや今年は随分参加者の顔ぶれが変わったな。まあ俺たちの足を引っ張らないようにしてくれよ。おーい。うるせえ、吠えてやるからなお前を。おい、勇気何ボケっとしてるんだ？あ、はい、考えるの後にしよう。真面目に練習しましょうね、こういう時はね。で、じゃあ、いやでも今練習するの若干怖いな。一回勉、あ、違う違う違う、ランク上げじゃなくて、一回勉強しておこう。体力低めの時は勉強しておくといいんで。寿命縮むんだけどね、猛勉強しちゃうと。じゃあもう一回猛勉強して。オッケーオッケー。よ、あ、ともこ、どうしてこんなところにいるんだ？細かいことは気にしないの。それより今、ちょっといい？なんでお前、球団の中入ってんだよ。不審者やん。じゃああっちの隅へ行こう。しかもグラウンド入ってるし。ん？なんでやんす？はい、これ。え？何？今日はバレンタインデーだよ。ああ、そうか。ありがとうな。開けてみて。え？おすごい。俺の名前が書いてある。それ手作りだよ。もう、付き合っちゃえ、お前ら。よくできてるでしょ。ありがとうな。でも意外だよな、お前が手作りだなんて。ああ、もう、これでも料理とかは得意なんだよ。イチャイチャしてんじゃねえよ、グラウンドで。ごめんごめん。ああ、ちょっと用事があるから。ああ、遠くまでありがとう。気をつけてな。それに、無理するなよ。うん、ありがとう。じゃあね。もうイチャイチャしやがって、それ仲間評価も下がるわ。おや？勇気、本部に何の用だ？報告と資料調査のために戻りました。そうか、サボりに来たんじゃなくて一安心だ。あは。お前 CCR の訓練過程中の適正テストの結果を覚えているか？はい。俺の成績はボロボロでしたよね。そうだ、特に性格テストがな。お前は肉体的にも問題解決能力も優秀なのに、性格的には捜査員に全く向いていなかった。感情移入しやすく、非常に手しきれず、見落としが多く、ミスも多い。まあ人間らしいですけどね。ひどい悪用だな。知らせはお前と全く逆でな。肉体的にはお前に何一つ勝るところはないが、性格的には現場の捜査員に向いていた。本人も現場を希望していたしな。じゃあかなり優秀なんですね。じゃあどうして俺が現場で彼女がバックアップなんです？はあ、少し考えればわかるだろ。お前にバックアップは無理だからだ。間違いねえ。ちょっとたまには知らせさんにも電話しておくか。ちょっとね、たまには関わりを持っておきたいので。こっちは今キャンプだけど、そっちの状況は変化ないか？心配しなくても大丈夫だって。そっちこそちゃんとやってる？あー、こういう時間も大事ですよね。じゃあ最後もお勉強して。これで春キャンプ終わると思うんで。オッケーオッケーオッケー。じゃあここから、あかねちゃんのイベント進めようと言いたいんですけど、ここであかねちゃんのイベント進めると、次が妹になるイベントなんですよ。あかねちゃんがね、主人公の。とても大事なイベントなんですけど、そのイベントを発生させてしまうと、ともこさんの2年目のクリスマスイベントっていうのが発生しなくなっちゃうんですよ。あかねちゃんが妹になっていると、そのあかねちゃんルートの誕生日イベントとかクリスマスイベントが優先されちゃうんで、ともこの2年目クリスマスイベントは、ともこ攻略において必須のイベントなので、しばらくあかねちゃんは置いておきます。進めません。3年目になってからあかねを妹にして助け出したいと思います。それまでちょっと待っててくれ、あかね。その代わり、ともこちゃん攻略をちょっと今のうちに進めて、まあね、彼女に早めにしたいなと思いますね。結構ここがね、静止攻略というか、あかねちゃんとともこちゃん一緒になぞろうとすると、え、めきめきある？お前彼女と見に来んな。彼女がアニメ興味あるんならいいよ。でも彼女アニメ興味ないのにアニメ映画見に来るのはダメだ。それデート中に。でも面白いんでしょ。さあどうかな。だんだん自信がなくなってきた。ああ、沙織ちゃんは最高なんだな。彼がまさか12で出てくるとはね。メキメキメリー、私のハートがときめくの。むふん。やめる？いえ、好き嫌いは良くないわ。見ましょう。うん。そしてごめんな。うん、微妙にだけど面白かったわ。本当？うん、目そらしてる。むふんむふん、最高だったんだな。ああ、君、もちろん君もあの告白のシーンに感動したにゃ。桜の木の下での沙織はめちゃ可愛いでござる。うわ、話しかけてきたよ。うん、そうだよな。なら話が早いでござる。お主もこの人形を買うべきではないであろうか。いや、むしろ可愛いですにゃ。限定吹き輪ですにゃ。え、あ、店の人、この人にも沙織ちゃんお願い。何気に可愛い。お買い上げありがとうございます。大丈夫？うん、なんとか。でもこの人形、どうしよう。
トモコ、これいる？どうしようじゃなくて、どうしようになってるね。世がちっちゃい。いい。遠慮しておくわ。そうだよな。あ、ご飯でも食べに行く？うん。でもその前にこの人形を隠す袋を買おう。ユダくんの部屋の前に置いといてやろうぜ。多分喜ぶよ、あの人。じゃあもうちょっと、公園で体力回復しつつ、体力回復しつつ、ちょっと練習にも力を入れていきたいですね。で今、好感度が、ともこ30ちょいか。諸星さん、またグラウンドでお菓子食べてる？ああ、悪かったな。へえ、先輩にも堂々と意見するんだね。おいらも随分怒られたでやんす。ちょっとやりすぎでやんす。でも正しいこと言ってるんだろ？だから余計に腹が立つでやんす。うん、そうだな。今後注意するよ。それで林さん、今から一緒に練習しませんか？あ、いやちょっとよ、休養が。じゃあそういうことで、しょうがないな。あ、ゆうきさん、一緒に練習お願いします。俺はそろそろ上がろうと思ってたんだが、ダメですよ。友情のパワーでタック練習です。練習すればするほど力も伸びるんです。練習しすぎは逆に良くないんじゃないのか？そんなのは迷信です。さあ一生懸命頑張りましょう。そして、お前どうしてそんなに元気なんだよ。ゆうきさん、僕には夢があるんです。ホッパーズを優勝させるんですよ。いい夢だね。まあ優勝はしたいよな。そして全国のホッパーズファン、いえ全国の野球少年たちに夢を与えるんですよ。あんな弱小のホッパーズでも頑張れば優勝できるんだって。俺たちってそういう扱いなの？お前ディスんな。そして日本中のみんなに元気をあげるんです。その前に俺に元気をくれよ。そして世界中の戦争を終わらせて平和にしましょう。それは全く関係ないだろう。さあゆきさん、あと20本ダッシュしましょう。え、まだやるの？こっち疲れてんだけど。元気だな、若いな。たまにはドライブでも行ってみる？オッケーオッケー。いや、何？君のお父さんってこのホッパーズの前のチームのモグラーズの選手だったんだって？クラガリさんですね。そうだけど、すごいよな、二世選手なんだ。そんなんじゃ、お父さん今は何を？別の球団のコーチとか？わかった、ラジオとかの解説者で。お父さんは、おいおい、その辺にしてやれよ。え？あ、水木コーチ、お前も言いたくないことならビシッと言わないとダメぞ。水木さんが見守っててくれるっていうのは、ちょっと暗がりさん的にも嬉しいことでしょうね。安心できそう。はい、聞いてはいけないことだったのかな。まあね、あの暗がり父は大変なことになってますからね。島にもいたし、ここから先まだちゃんと出てくるんでね。早く一軍に上がりたいでやんす。あ、頑張ろうな。俺は二軍スタートでほっとしたよ。これ以上目立つのは遠慮したいからな。おい、ゆき、明日のことなんだが。え、一軍の試合ですか？いや、練習球場の器具のチェックをやってもらおうと思ったんだが。なんだ、勇気もようやく一軍への執着が出てきたようだな。安心したよ。え、あれ、そういえばさっき一瞬ぬか喜びしていたような、感情移入してますね。野球がかなり好きになってきてる模様です。じゃあ、ともこちゃん映画館、で、世間評価も、今世間評価が23なんですけど、もうちょっと高くないと、あのこの2年目クリアできなくなっちゃうので、ちょいちょい総合練習は挟みながらいきたいと思います。どうだい、一緒に練習しないか？うん、いいよ。シュッパン、いい方してるね。そうかな、ありがとう。何か俺に遠慮してる？え、そんなことないですよ。ほら、球威が落ちたよ。あら、こんなに際で大丈夫なのかな。ところでアキラくんはホッパーズにはどういう風にスカウトされたんだい？前にチームに来たボンダさんって人に勧められて。それでボンダ？ああ、モグラーズの選手だった人か。みんな昔からの知り合いなんです、ここの人たちとは。そうなんだ。まあ、球場の球団の近く住んでたからね、勝手に。じゃあお父さんによくここに連れてこられたんだな。違います、住んでたんです、ほらここに。じゃあモグラーズの寮に？いえ、違います。寮の隣に小さな小屋があるでしょ。ああ、そういえば壁に沿って汚い道具小屋みたいなものがあるよな。そこに住んでたんですよ。あそこに住んでた？でもあそこは球団の土地だろ、勝手に住んでいたんです。おいおいおい、へえ、そうなんだ。いいのか？小さい頃から野球は身近でした。ほら、門前の小僧、刑を読むって言うでしょ。なるほど、それでホッパーズにね。横入りみたいでちょっと気が引けるんですけどね。そんなことないよ、君はいい選手だと思うよ。そうですか？まあ俺が言うのもなんだけどな。そうですよね。おいおいおい、そうですよねって言うな。さらっとみんなディスってくるんすよ、主人公のこと。よくないよ、そんなん。いじけちゃうよ、僕。じゃあ、映画。そろそろ50になるな、こう。あ、ポツ、久しぶり。こんな時間にどこへ？そして、このビルに入っていったけど。おう、プーコ。もしやこのビルにサイボーグの改造部屋でもあるのか？何の音だ？まさか。今日は500回？すごいわね。うわ、うん。うわ、うん。
犬が腹筋してる。お腹にダンベル巻いてるよ。こっちはボラのサンドバッグに体当たりしてる。今日はこれぐらいにしとくわ。ハイビルに荒ゴミを集めてきてトレーニング設備作ったのかよ。すごい。でも体を鍛えているのならサイボーグじゃないな。ものすごい天才犬だけど、こいつらに負けたら犬以下か。いや、大抵の人類負けるぞ。そんな与田さん、何を読んでるんです？犬との対話？金の卵を見つけたのでやんす。やつらと会話できればオイラの老後は安泰でやんす。まあ、人類史に残るぐらいの天才犬ですからね、あんな。いや、総合練習してオッケーオッケー、しっかりと世間評価を上げていく。あの人練習してるわっていうところを見せつけていく。そして公演、そろそろ今40中盤ぐらいです。ともこちゃんの好感度が。これラブスコープやっぱ買っといてよかったな。静止やるときは割と必要ですね。それこそやらなきゃいけないことが今回かなり多かったので、パワポケ8は。ぼちぼち50ですね。 OK。 そしたらともこちゃんの告白イベントは、あれ、なんでその機械、機械イベントか。これは肉体年齢を測る機械でな、トレーニングに導入する予定なんだ。へえ、そうだ、これでやんす。なんだよ、ユダくん。エイベル先生、この機械は別に選手以外でも使っても大丈夫でやんすよね。ああ、それが一体どうしたんだ。そして、何ですか、いきなり。あれ、ユキさんや先生まで。ちょっとここに座るでやんす。ああ、ここですか。何を始める気だ、ユダくん。長年の謎だった、小野さんの実年齢をついに暴く時なのでやんす。いや、ダメでしょ、そういうことしちゃ。女性に年齢は聞かない方がいいよ。もう結果が出ましたぞ。おー、ずいぶんお若い体をしていらっしゃる。エロい。ま、嫌ですね。先生がおっしゃると、なんだかとってもいやらしい感じですよ。返しが大人。え、いや、そうですか？こりゃ照れますな。それで、何歳だったんでやんす？小野さんの肉体年齢は。8歳!8 歳は？それはあまりに若すぎでやんす。だからこれは肉体年齢を測る機械だから、実際の年齢とは無関係なんだってば。でも8歳って、この8歳っていうのもね、実は大事なところなんですよ。多分8のうちに分かるはず。この際俺たちのも測るでやんす。そしてユダ31歳、ユウキ12歳。ユウキ12歳も大事です。実はその機会絶対におかしいでやんす。こうやってね、パワポケはさらっと言ってることの中にめちゃくちゃ大事なことが紛れ込んでるんですよ、ちょいちょい。だからね、難しいし考察が楽しいところでもあるんです、このパワポケというゲームは。OK。 じゃあそろそろともこちゃん告白イベントを狙っていきましょう。ともこちゃんは好感度が50以上の時にドライブをすると 35% の確率で告白イベントが起きます。なのでね、そろそろ告白圏内なので。お、来た、一発で来た。お待たせ。わ、車持ってたんだ。中古で買ったんだけどね。さあドライブしましょう。そして、そういえばさ、覚えてるかな。何が？中学校の体育の時間の時の話だよ。体育の時間の時の話。何その頭痛が痛いみたいな。え？あの坂田、覚えてる？あいつがうんこを我慢できずに漏らした時は面白かったよな。結構坂田の話が出てくるんですよね。ダッシュしてトイレに向かう途中で漏らしたんだもんな。クラス中大爆笑でさ、それ次の日からいじめられるやつやで。あれ？覚えてないかな？ほら、あれからやつはうんこマンってあだ名になってさ。うんこマン好きだよな、パワポケ。ワンの実況でも僕うんこマンってあだ名にさせられましたよ。ごめん、覚えてないわ。え、あんなに派手な出来事だったのに覚えて。ごめん、覚えてないの。あ、ごめんなさい、大きな声出して。どうしたんだ、そんなに必死になって。ごめんなさい、その話全然覚えてなくて。ああ、俺の方こそごめんな。トモコといるとつい昔の話ばっかりしてしまって。いいのよ、だって中学の時の同級生だものね。羨ましい、こういうの。僕ね、高校も中学も男子校だったんですよ。なんでこういう青春一切なかったです。今中高共学の人大事にした方がいい。ちょっと恥ずかしくってもこういう青春イベントは起こしてください。ゆうきくん、ん？私のこと好き？え？ああ、好きだよ。よかった、ずっとこのまま時が止まればいいのに。え、何？なんでもない。その後俺たちはドライブを楽しみ、綺麗な夜景を見てホテルパワーへ寄って帰った。オッケー、彼女に無事なりました。よしよしよし。これ起きる？ムーン来る？もう来んなよ、ムーン。ムーン、お目覚めなんだな。うわ、同じ顔が3人。一体何の用だ？ムーン、抜き打ち検査なんだな。抜き打ち検査だって？
それよりあんたら一体何者だ。夜中に人の部屋の中に勝手に入ってくんなよ。むーん、球団職員に向かってよくそんなことが言えるんだな。職員だからこの部屋の合鍵だって持ってるんだな。ちょっと待て、プライバシーの侵害じゃないか。むーん、僕たちの前ではそんなプラ関係ないんだな。プライバシーだよ。これは何なんだな。あ、それは昨日買った DVD じゃないか。むーん、野球に関係ないから没収なんだな。ひでえ。それまだ見てないやつなんだぞ。お前ホッパーズの一員なんだからつべこべ言わずに野球をするんだな。野球なら毎日一生懸命やってるじゃないか。優勝するまで預かっておくんだな。いえ、おい、ちょっと待って、返すよ。外部の人間には優しいけど内部の人間には強く出るんだな。何を言ってるんだ。え、おい待てよ。なんだ、何なんだよあいつらは。まあ隠してある銃には気づかなかったようだけど。わあ、やめるでやんす。ユダ君も襲われてますね。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。無事ともこちゃんが彼女になったのでかなりの成果と言えるのではないでしょうか。で、あかねちゃんはさっきも説明した通り、あかねちゃんのイベントを進めてしまうと2年目クリスマスのともこちゃん必須イベントが起きなくなってしまうので、あかねちゃんにはしばらく待機しておいてもいただきたいと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント等よろしくお願いします。じゃあね。